大仙白山神社は岐阜県鴨茂郡白川町にある神社。白山の山頂にある。旧社格は県社。縁起式神明町の美濃国鴨茂郡大仙神社という説がある。現在の社殿は完成年間以降の再建である。伝承によれば、養老2年、大長が加賀国白山美名神社より誕生し創建したとされる。誕生した際、 水晶山を経て鎮座したという。一説によれば、大長が養老二年に開いた北陸七白山の一つという。文明十二年、野原城城主、安江はじめ生によって再興された。野原城は天正十年落城し、城主安江氏は武士を辞めて農民となった。以降安江氏は大々白山神社の修復を担った。歓迎元年、朝廷より、 小一大仙白山権現の名を受けている。明治3年、白山神社に改名した。明治6年に、豪社、大正7年に権者となる。この間、明治15年には、境内社として、安江はじめ生を祀った光庵神社が建立された。公共交通機関、ありがとうございます。